危険物取扱者免状とは、危険物取扱者資格を取得したことが、証明されていることを示す、公文書。危険物に対して取扱許可を受けていることを示す。危険物取扱者免状公主、乙種、兵種に分かれ、消防試験研究センターが実施する試験に合格した者に申請により、都道府県知事から交付される。申請に関する、 窓口事務については、消防試験研究センターの道府県支部及び、中央試験センターに委託されている。運転免許証や、クレジットカードと同じ、縦 5.4cm 横 8.5cm のカード型で、表面には、氏名、青年月日、本席地の都道府県、顔写真及び写真書き換え期限、交付した都道府県知人、種類ごとの交付年月日、 交付番号、交付知事欄が設けられている。裏面には、危険物取扱者講習の受講状況記入欄が設けられている。都道府県によっては、表面にモルの線浄が施されている。業務従事に際して、消防設備士免状の携帯を義務付けられている。消防設備士とは異なり、危険物を取り扱う際に危険物、取扱者免状を携帯している必要は、 原則としてない。危険物の移送によって危険物を運ぶことを指すの、場合には危険物取扱者による運転はあるいは、危険物取扱者の同乗が義務付けられており、この場合に限り、免状の形態が義務付けられている。危険物の運搬の場合には危険物取扱者の同乗義務はなく、同乗する場合にも、免状を携帯する必要はない。 免許の有効期間についての定めはなく、更新制度も存在しないが、原則として10年に1回、実務につくつかないに関係なく免状の写真の更新が法令上必要である。法令が要求している手続きは、あくまでも免状写真の書き換えであり、免許の有効期限の延長ではない。よって、写真書き換え期限を経過した免状は、 その証明効力を失うが、仮に、免状写真の書き換え期限を経過してしまっても、受けている、免許自体が失効することはない。なお、写真以外で書き換え申請が必要となるのは、以下の場合である。免状の防止、滅出により、免状がなくなった場合や破損、汚損などにより、記載内容が確認できなくなった場合には、再交付を申請することで、 新しい免状が交付される。免状の写真書きえ期限を過ぎた場合でも、免許そのものが執行しているわけではないため、再交付申請により新しい免状が交付される。表面に表記される氏名、青年月日、本席は、危険物取扱者試験願書に記載した自己申告の個人情報が、そのまま新規免状交付の際に、本人確認書類到底出のプロセスもないまま、 使用される。試験受験票の裏面に本人確認書類の提示をお願いすることがある旨記載されているが、実際に要求されることは稀である。これに加え、現住所の表記もないため観光庁発行の公印入り写真付公文書であるにもかかわらず身分、証明書としてはほとんど通用しない。公文書のため、稀に本人確認書類として受理されることがあるが、 本人確認としての合理的根拠がないので、本人確認となっていないことに、免除提示を受ける側が気づかないのがほとんどである。ありがとうございます。